こんにちは、レクトです。今回ですね、今絶賛放送中の秋アニメ呪術廻戦の10月の売り上げがもうアニメ化の影響ですごいことになっているということで、それについて話していきたいと思います。で、今回の動画ではですね、まずその呪術廻戦の売り上げどんぐらいすごいかっていうのを話した後に、なんでこんなに売れてるのかっていう要因ですとか、呪術廻戦の魅力なんかについて話していきたいと思います。呪術廻戦っていうのは、週刊少年ジャンプで現在連載中の漫画で、連載時代は2018年の3月から始まりました。すでにですね、だから2年半以上連載されてるような作品で、期間が13巻。こちらですね、13巻。まずしの先日買ってきたんですけども、13巻まで出ているような状態となっております。で、その13巻が出た際にですね、累計発行部数、発行部数が1000万部を突破したっていうのは、ニュースでとかで見た方も、すでにご存知の方も多いとは思うんですけれども、先月のですね、10月の月間売上、原作の10月の売り上げがもうほんとすごくなっているということで、それについて話していこうと思います。で、まず売り上げですね。その月間売り上げっていうのが、なんと182万8455部ということで、約180万部売り上げて、もう驚異的な数字だと思いますね。この数字点はオリコンランキングで発表されていたものになるんですけれども、この182万8455部っていうのは、作品別の10月の売り上げで2位の快挙ということで、これまでの2年半ですね、連載2年半ぐらい続いている。で、中で1000万部。累計発行部数1000万部っていうのはね、今先ほど言ったと思うんですけれども、その中で、ね、たったの1ヶ月で、2年半で1000万部だったの、たったの1ヶ月で180万部売れてってよね。これはすごいっていうのも皆さん分かっていただけるかなと思いますね。で、他の順位もですね、月間売り上げ、2位って言ったんですけれども、1位とか気になると思うんで言っておくと、1位は当然のごとく、鬼滅の刃ということでね、こちらの売り上げもやばいようになってて、いや、もっとこれはもうやばいとかいう意味じゃなくて、多分この世の断りから外れてるんですけれども、なんと鬼滅は1157万1206部ってもう意味わかんないですね。呪術廻戦180万部ですね。で、鬼滅の刃1100万部ってもう桁が一桁違うって意味わかんなくなっているんですけれども、ちなみにですね、去年の年間売上、鬼滅の刃が1200万部で1位だったと思うんですけども、去年年間で、1年間で1200万部だったんですね。鬼滅はたった1ヶ月でその記録に並ぶレベルの1150万部売り上げるって意味わかんない。これ、今回呪術廻戦の話なんであんましないんですけども、ね、1位はちょっと、これ入れ、ちょっとここは外していいかな。呪術廻戦実質1位です。はい。っていう感じです。で、3位から順に、約束のネバーランドが100万部。で、あとで、キングダム、配給、進撃の巨人、ワンピースみたいに続いていくんですけども、こういったね、そうそうたるタイトルが出てる中で2位っていうのはマジですごいと思いますね。鬼滅がなかったら全然1位だなっていう感じの数字ですよね。昨年のね、漫画の年間売り上げ、先ほど1位鬼滅だったという話はしたんですけれども、そういったものと比較してみても、10位がですね、転生したらスライムだったっけん、転生、転スラって言って、来年の1月からまたアニメ2期やりますけれども、そちらがね、10位で341万部売り上げてたんですね。その半分以上ですね、その呪術廻戦は180万部ですね、1ヶ月で、たったの1ヶ月で売り上げているってことで、これがね、いかにもぶっ飛んでるかって分かると思いますね。多分コミックの年間売り上げでもかなり上位に食い込んでくるんじゃないかなっていう感じになってますね。とりあえずこの売り上げすごいってのは分かると思いますね。で、売り上げに関してはここまでで、こっからなんで呪術廻戦がアニメ化したことで、今この秋アニメ放送してることでここまで売れているのか、その要因だったら呪術廻戦の魅力なんかについて掘り下げて話していきたいなと思います。まずですね、アニメの人気っていうのは非常に高いんですね。この呪術廻戦。見てる方も多いとは思うんですけれども、放送されるたび毎回トレンド1位で、1位を取ることもほとんどかなっていう、全部見れてるわけじゃないんですけども、ほぼ全ての回で1位取ってると思います。配信の人気も非常に高くて、この配信っていうのは D アニメストアとか、アベマ TV とかなんですけれども、これらね、毎回上位でも1位取ることもかなり多いなっていう作品で、もうほんとね、すごい人気なんですけれども、じゃあなんでこんなアニメ人気なんだっていうところですね。私なりに考察してみて要因、5つですね、考えたので、その、5つ、順に話していこうと思います。まず1つ目ですね。1つ目が、原作がジャンプの大人気バトル漫画であることっていうことで、バトル漫画って人気が非常に高いっていうのは、ね、多分皆さんもなんか感覚的に、肌感覚でわかるとは思うんですけれども、やっぱね、ワンピースですとか、ヒーローか、僕のヒーローアカデミアですとか、あとはブリーチ、ナルトなんかね、思い浮かべてみて、いただければ分かりやすいと思うんですけど、やっぱね、バトルは人気なんですよね。っていうところがまず一つ目ですね。で、二つ目がやっぱ作画のクオリティの高さですね。もう見た方は分かると思うんですけど、ほんと作画すごいんですよね。で、制作会社マッパさんというところで、ゾンビランドサガーだったり、この世界の片隅になんかを作ってる会社なんですけれども、作画がね、マジで素晴らしい。で、それが、その呪術廻戦のバトルシーンと相まって、もう本当にすごい出来になってる。特に、マッパさんというのはアクション作画に定評のある会社だと思うので、やっぱその
呪術廻戦との相性がもう抜群ですよね。うん、まあ、そのダークな感じだったりもうまく表現できてるし、もうそのバトルの見応えがほんとすごいんで、まあ、正直ですね、まあ、極論も話がよくわかんない、なんだこの呪術とか、なんだこれ呪霊とかわかんなかったとしても楽しめるよな、そんなアニメになってるんで、やっぱりその、まあ、受け入れてもらえる年代の幅もすごい広いのかなっていうふうに思いますね。で、今期だと、まあ、マッパさんというのは他に体操侍とか進撃の巨人なんか作ってるところになってます。本当にね、このバトルシーン迫力素晴らしいんで、まあ、ぜひね、まあ、全然知らないという方は見ていただきたいなと思いますね。で、続いて3つ目ですね。3つ目が世界観が非常に作り込まれているというところで、まあ、本当にですね、まあ、呪霊っていうのはいる世界を描かれてるんですけれども、まあ、その世界観が本当細かく作り込まれているなと思っていて、まあ、呪術師の存在とかだったり、呪術式、まあ、その技に至るまで、まあ、本当に緻密だなっていう、まあね、その原作者が芥見ゲゲ先生って方なんですけども、本当すごくね、緻密に作り込まれているなっていうふうに思いますね。まあ、これはそのアニメというよりはまあ原作の良さっていうところになるんですかねって思います。で、4つ目ですね。4つ目がまあ少年漫画らしいなんかコミカルさ、まあ、そのギャグシーンみたいなのを随所に織り交ぜていくところだと思います。まあ、話ってね、やっぱ基本的に結構暗めというか、まあ、シリアスで、なんかダークな感じがまあ多いんですよね。なんですけども、そのギャグ要素を盛り込んだ展開、やっぱ少年漫画ってまあそのギャグ展開みたいなね、まあ、結構あるったりするんですけども、それをね、まあ、なんか話の中に非常に自然に入れてくる、これがすごいかなというふうに思いますね。やっぱそのシリアス界とギャグ界を完全に分けるっていうね、作品も多い中で、この作品ってその日常の中でシリアスとそのギャグがなんか平行線上にあるというか、まあその辺がほんとすごいかなっていう、もうほんと違和感なく、この面白さっていうのをうまく吸収しつつ、そのなんかシリアスだったりダークな感じも味わえる、うん、そんな作品になっているかなと思います。で、最後の5つ目ですね。5つ目ってのはやっぱり五条先生ですね。五条先生の存在っていうところで、まああの圧倒的な強さ、であったりカリスマ性、まあ、あとかっこよさとかですね、まあ、あとミステリアスな、この人なんだろうね、まあ、最初はあのバンダナみたいな巻いてるんで全然わかんないミステリアスな雰囲気に至るまで、もうほんとね、主人公は虎杖じゃなくて五条先生じゃねえかっていうぐらいの存在感ですよね。まあ、五条先生やっぱトレンド入りしたりもしてましたけれども、まあ、やっぱかっこいいですよね。もうほんと強いし、うん、まあね、もう僕自身も大好きなキャラなんですけれども、まあ、主人公の、ね、キャラがちょっと立って、あんまり立ってないっていうのはあるかもしれないですけれども、やっぱね、この五条先生のカリスマ性っていうのは本当、まあ、この今回の、まあ、放送されたアニメの中でも本当、もうナンバーワンなんじゃないかっていうレベルですかね。うん。まあ、そんなですね、もう本当、まあ、僕自身も知ってる五条先生っていうのが、まあ、7話、次7話出てくるんですね。バトルシーン、まあ、出てくるんですけれども、まあ、神回マジで間違いなしっていうね、本当お伝えしたいですね。まあ、下手すれば、まあ、鬼滅の刃19話伝説の神回なんて言われたりしてますけれども、まあ、あのね、19話に次ぐレベル、またはもう追い越しちゃうレベルに神回になるなと思ってますね。で、7話本当に期待していただきたい。もう見てない方もね、今から追いついて見ていただきたいなというところになりますね。で、原作でもね、やっぱ週刊少年ジャンプで連載させて、最初はね、打ち切り候補かなんて言われてたんですけれども、本当この辺から、あの、まあ、少年院編からもうこの五条ですね、バトルとか展開されてくるところがね、本当にここから一気にバーンって人気が出てきたので、もうね、マジで期待しておいて、もう間違いない。もう損はないかなというふうに思います。ですね、まだこの呪術廻戦、あの原作読んでるけどアニメ見たことないよって方ですとか、まあ原作まだ読んだことないよって方、ぜひね、まあ、アニメ見ていただきたいなというふうに思いますね。というわけで、今回の動画はこれで以上となります。で、ワンスリーチャンネルでは普段こういった感じでおすすめなアニメやったり漫画の紹介をしています。もしもチャンネルになったと思ったらチャンネル登録だったり高評価していただけると嬉しいです。では、ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、さよなら。